はい、どうもこんにちは、俊二です。今日ご紹介するのは楽しみに待っていた方も多いと思います、こちらトイストーリートミカパノラマパックウッディ、ついに発売されましたね。では早速見ていきたいと思います。箱の時点でもうすごい可愛いですね。それでは一周ね、箱ぐるっと回してみたいと思いますが、この紙が邪魔ですね。すごい、このバッグがウッディの頭になっていましたね。あと気になったのが後ろの部分、ここ小さな窓がありますね。どんな感じに遊べるんでしょう。では早速バッグの方開けましょう。一番上の部分にこの白いボタンがありますんで、これをポチポチっと外します。さあ、それでは無限の彼方へ、さあ行くぞ。おっと、これはちょっとね、向きが逆なようなので、くるっと回します。そしてこちらの水色の本体の部分を開けると、中にパーツが入っていて、まずはアンディのベッドのバズライトイヤー柄の布団になっていますね。初めの頃はね、ウッディだったんですが、これバズになった時の布団になっていますね。袋から出すとこんな感じです。組み立てパーツがあるんで、ちょっと組み立ててみます。こちら穴の形が少しだけ違いますんで、パーツの方ね、向きを確認してから差し込みます。反対側も同じで、向きに気をつけながら差し込みます。はい、ベッドの完成です。かわいい。あとまだまだ付属のパーツありまして、机の方からベッドに向かって降りる滑り台のスロープです。まずは机の端にこちらのスロープジョイントを取り付けます。そしてジョイントにこちらのスロープを取り付けて、完成といきたいんですが、下の部分が地面まで設置していないので、この部分はここにジョイントブロックを設置します。ジョイントブロックのパーツはこちらです。何も書いてないんで、袋から出して出すとこんな感じです。ここにステッカーを貼りましょう。ステッカーはこちらで、パッケージの写真を参考にブロックに好きな文字を貼ろうと書いています。では何でもいいんですが、好きなのを選んで貼りたいと思います。こちらの溝がある部分が上になるんで、ステッカーを貼るときは向きを間違えないようにして貼りましょう。よいしょ、慎重に慎重に。はい、完成しました、こちらです。では早速下に置いてみましょう。スロープの端の下の部分にはちょっとチョボが出ていますんで、それに合わせてこちらの溝の部分をスライドさせてはめ込みます。はい、完成しました、こんな感じです。次はこちらの机の部分なんですが、引き出しがないですよね。引き出しパーツあります。はい、中の方はこんな感じになっています。では早速引き出し直してみます。次は机の横のこちら、大きく空洞になっていた部分、ここは棚になりますんで、棚の方を組み立てます。まずはこちらのアイボリーカラーの棚板3枚を取り付けます。取り付ける時の向きはこちらが奥になるようにして取り付けます。まずは一番下から、はい、次2枚目、続きまして3枚目、続いて青色の棚板2枚を取り付けます。はい、2枚目、はい、棚完成しました。取り付ける際はそんなに力もいらなくて簡単に取り付けできます。はい、これで取り付けパーツの方全部組み立て完了です。それでは前に買いましたこちらのトイストーリートミカを使って遊びたいと思います。
ちょっとね、アンディの部屋大きいんで、今机の上に置いて開けてたんですが、ちょっと大きいんで床に置きます。はい、移動の方できました。では端からゆっくり見ていきたいと思います。これね、ちょっと手ぶれしたらすみません。まず床の部分にはイラストで可愛い絵がいっぱい描いてありますね。そして来ました来ました、棚の方と机、可愛い。そして机の奥には窓があります。これを使ってまた遊べますね。そして机の横を行くとスロープがあって、スロープがあってベッド。あー、この下の可愛いイラスト、なんとも言えませんね。だいぶ散らかしてます。そして棚はこちらに青いエレベーターがありますんで、これに乗せて移動させて、止めたいところまで持っていきます。まあ、1階部分の人はね、そのままね、ぐーんと来てもらうと OK なんですが、次はエレベーターを使って上まで行くんですが、エレベーターね、ウィーンと持ち上げます。持ち上げて止めたいところでロックを横にスライドさせて完成です。このスライドするとロックがかかって動かなくなりますんでね、ウィーン、 OK。 そしてもう一度動かすときはロックを解除します。はい、棚に全部収納したトミカを見るとこんな感じになります。おおおおお、めっちゃ可愛いですね。後ろから見るとこんな感じです。すげえ、ちゃんと整理整頓されてますね。次はこちらのね、ウッディの位置から机の方行ってスロープでジャンプさせたいと思うんですが、後ろからね、ちょこんと押してあげますと、おー、机の上に本が置いてあるんですが、これがね、ちょうどね、坂道になってね、加速させてくれるんですよね。それでラストスロープまで行ってジャンプ、あー、ベッドまでね、ジャンプします。はい、もう一度ウッディから行くよ。あ、もう一度もう一度、行くよ行くよ行くよ、よいしょ。次エイリアン行こう。エイリアン行って、あー、おー、全然途中までイマイチだったんですけど、スロープに行った途端加速すごかったですね。おお、いいジャンプ。次はね、こちらバズ行ってみましょう。バズ行きます。これもね、タイヤちっちゃいから始めダメだろうな。えい、おお、惜しい。行きますね。こっから加速しますから多分。おお、いい加速してる。次ね、誰しようかな。次誰しようかな。ジェシー行こう。ジェシーはね、タイヤでっかいんでね、ぐんと行ってくれるんじゃないですか。行くよー。あら、ちょっと押しが足らなかったか。行くよー、行け、おーし。次はね、ブルーズアイ。これね、微妙なタイヤの大きさだな。でも意外といきそう。行きます。行って、頑張れ、よし。ラストはこちらね、ジープに乗ったグリーンアーミー。これね、これは安定してるでしょうね。これはいけるでしょう。行きます。行け、ふう、あれ、ちょっと押しが悪かったですね。行きますね。これは絶対安定してるはず。行け、おー、ちゃんと最後にベッドのところね、ちゃんとベッドのところまでジャンプできているのかと言いますと、行きますね。ウッディから、あ次ね、エイリアンかな。エイリアン行きますね。エイリアン、おー、そして次バズ、イエー、おー、激渋ですね。ちょうど上に乗りましたね。次はジェシー、ジェシー行って、イエー。次はね、ブルーズアイ。ブルーズアイも結構いい勢いで飛びますからね。ラストはグリーンアーミーメン、イエー。みんな大体飛び越えてしまいます。唯一かっこよく止まってくれたのが、さすがバズでしたね。もう一度ミラクル起こしそうなんで、もう一回やってみますね。いきます。かっこよく止まってよ。
おお、やっぱりいいです、最高。アンディの部屋楽しめますね。あとね、他にもこの引き出しを引っ張るとじゃーん、フィギュアを入れて遊んだり、これ映画のワンシーンとかでもねできますよね、自分で。あとベッドの上を使ってみんなでねひそひそミーティングをしてみたり、そしてバッグの状態で見た時から気になっていたねこちらの窓を使って、これも映画のワンシーンにあった窓から外に出ていくシーンを再現することもできます。こんな感じでね、こんな感じで貼っつけてねちょっとね遊ぶのも OK ですよね。これね、シーンごとに写真を撮ってちょっと自分で楽しむのもいいかもしれませんね。あれ、アーミーメン、どこ行った、どこ行った、どこ行った。あ。はい、ということで今回はトイストーリートミカパノラマバッグウッディをご紹介しました。ほんとかわいい、ほんとかわいくて、あとねまだまだねこちらね遊び尽くせてない感じしますね。子供といろいろ相談しながらいろんな遊びをしたいと思います。それでは今回はこの辺で、じゃあまたねー。